森何やってんの。しゃがみを半分に切ってんだよ。そんなハサミで大変だね。そうだよ。普通のさ、長い髪をね、大きい髪を買ってくるからだよ。半分のものを買ってこい。はい。めんどくさいんだから。いやいやいや、でもモーリーさ、すっげえ簡単な方法でさ、これ半分にする方法あるんだけど知ってる？変なの？ハサミが一番に決まってんだろ。いやいや、ちょっと待てよ。ちょっとカメラとそこの位置ちょっと変わってもらえる？何なの？整えるやろ？はい。整えんだろ？整えます。これ何かわかる？オアシスカッターだね。オアシスカッター、うん、これを入れます。入れます。引きます。引きます。量が多かった。量が多いです。一気にはね、ちょっとね、一気にはいけないんだけどね。一気にはいけないんだけどね、はあ、まあハサミも一気にはいけないからね。まあまあまあ ねこうやって整えるじゃん。はい、これ何かわかる？はい、オアシスカッターね。はい、はい、こちらを入れます。入れます。からの引きます。引きます。マジかよ、おい、一瞬でできんだよこれ。マジかよ、これオアシスカッターにこういう使い方があったのか。そうなんだ、実は知らなかった。みんなこれちょっと高いけど買うといいぞ。いいね。はい、ということでね、こちらのオアシスナイフの使い方、新たな、ね、使い方発見できたかと思うんですけれども、これね、本当に便利です。花屋さんはぜひ買ってください。結構ね、包丁で代用するっていう方もいらっしゃるんですが、怪我する恐れがあるんですよ。それと、これ、こちらのオアシスナイフ、そんなね、切れないんですよ、手とか切れないので、絶対ね、いいですよ、包丁よりも。で、かつ、このオアシスの長さにちょうどなってるんですよ。こうやってね、長さ、こうやって縦でも切れるし、もういろんな切れ方ができる。かつ、こうやってね、こうプスってやれば、段ボールのところからヒュッて取れたりもしますのでね、ぜひ、買ってみてください。で、あとね、こちらを切る場合も、包丁とかカッター、結構ね、カッターとかで代用してる方いらっしゃると思います。これだと、切れ味が良すぎて、こうやってやった時に、途中で引っかかってしまったりするんですよ。なんですけれども、これだと引っかからずに、こうやってピンと伸ばした状態まで持ってきます。なので、こちらでやると綺麗にスッと切れてね、まっすぐできますので、ぜひね、オアシスナイフで、怪我をせずに、皆さん切っていただければと思います。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。